花菜。こんばん、花菜。み。こんばんは。みんなリサから来たかな？古松。古松だよ。こんばんは。みんな元気ですか？最近はここになんか出来物ができて辛いです。まあどうで辛いです。なんかできました。辛いです。辛いです。やっほー。古松花と申します。皆さん15日来てくれますか？待ってるね。待ってるよ。15日楽しみですね。第3回でコールも出たからね。ね。ね、コールもルカとイチカがだな。こうやってやってるやつ。だからね。ね。あれめっちゃむずないですか？花も覚えるのむずいんですよ。なんでなのみたいな。私の曲でしょみたいな。私の曲だよね。感じなんですけど。え、コールむずくないですかあれ。ね。なんか。ね。ルーカちゃん。あ、ちゃちゃだ。ルーちゃん。あ、ルーカちゃんやった。忘れた。ルーカちゃんか。リーサポン。リーサポンとかね。ね、まあね、まあでも多分、うん、ガチ恋もね、君僕ね、結構ね難しいですね。変顔使っても全然大丈夫です。かまへんですよ。ハートありがとう。こんばんはです。リサポンの見落としてたんですか。おー、15日会いましょう。楽しみです。こんばんはだなー。こんばんはな。こんばんは。これ難しいのでノリで、私もノリで頑張ります。絶対ダメ。覚える、覚えるよ。おーおー、頑張ります。おい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 って言ってくださいね。透明色未来スタンダードじゃない。コールもしていい。え、全然いいと思いますよ。なんか一人で変なこと言わなければ。全然いいと思います。全然叫んでください。ちょっと動きがキモい今日。タコありがとう。ルーカちゃんやな。やっぱルーカちゃんやな。ルーカちゃん、なんでルーカちゃんなんやろって思って。ルーチャチャ、ルーチャって短いやな。確かに。キトさん、バラありがとう。変顔サムネにいいんだ。いいですよ、いいですよ。全然。今日はなんかいちかがなんかコアラのマーチで、めっちゃ何やった、コアラのマーチがなんか名前になってるみたいなを聞きまして、買いに行ったわけですよ、コンビニに。でコンビニに行って、コアラのマーチの名前入りを、あー、あるやんって言って買ったんですよ。そしたら私はアホすぎて、名前が書かれてないコアラのマーチの箱を選んでおりまして、何、いつもと変わらないコアラのマーチをただ買ってしまったっていうお話ですね。で、次のいちかの配信でなんか開封するみたいです。あのコアラのマーチが今名前になってて、花とかいちかとかあるみたいです。みんなで当てましょう。トーマのじいちゃんさん、ありがとう。ガサガサ聞こえる。死ぬ。
ガチ恋で花な入れようかな、ジュリピ入れようかな。いやどっちでもいいですよ。29日来てくださいね。じゃあ29日に花菜入れてください。29日にお願いします。マジで29日古松花祝ってほしいです。花古松花のセブンティーンになるので祝ってほしいです。お願いします。皆さんお願いします。皆さん本当にお願いします。透明色の未来のリサビ、あ、リサポン、未来の私やな。あれはリサがアイドルで未来の私で、花がオタクになって、おーリサポン、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 リサポンってやってるやつですね。こんばんはなダメデコピロリさん、ありがとう。コアラのマーチ振り付けてチョコボールになるやつ花めっちゃやってたんですよ。なんかそういうの流行りに乗っちゃうタイプで、なんかジャガーリゴとかもずっとレッスン習い事終わりにやってたし、コアラのマーチもずっとやってた。こうやってフローアホですね。いちかもあるんや。いや皆さんで花といちか当ててください。ぜひコアラのマーチ買ってみてください。今日はカラオケやらないです、すいません。ルカありがとう、レオありがとう。もう17歳ですよ、もう17歳。確か先月入学したぐらいやったんですけど、なんか気づいたらセブンティーンですよ。そうか16歳ですよ、16歳。正真正銘今のところ最年少ですね。花ちゃん29日会いましょう。マジで29日来てください、お願いします。本当にお願いします、お願いします、お願いします、お願いします。古松花のセブンティー祝ってください、お願いします。お祝いするよ、やった。米さんありがとう、それを言うならまだ17歳。17歳、もう成人ってやば、え、やばい。ホワイトデーにポンポンのロシアのチョコお返ししたいですね、お返ししたいな。でもまあ前回の定期公演でスパイの激スッパがね、激スッパでまあお返しできたって感じかな。なんか最近っていうかもうほんまの最近やねんけど、あ、やっぱくしゃみ出そう。収まりました。最近ハマってることが、ハマってるっていうか、なんか一日一つ歌詞を書くことなんですけど、変な人、なんか作詞作曲に興味がありまして、私古松花で作詞をしてみたくって、いつか自分の曲とか出せるぐらいになりたいなって思ってまして、作詞なんか一日一つの作詞作曲はまだできないんですけど、作詞
歌詞を書いてて、なんかめっちゃ昨日とかなんかシンセラスタアイドルのシンセラスタアイドルに合格して、あの大阪から大阪から新幹線でバイバイってするとこから自分の歌詞を書いて一人で感動してました。うわーみたいな、半年でこんなに思いがあったんだって思って、でそれをなんかまあママとかに見せて難しいねって、なんかおしゃれなカタカナとか、今の歌ってなんかおしゃれじゃないですか、おしゃれなね、おしゃれおしゃれな英語とか歌詞に入ってるんですか、そういうのできなくて、まあ、全部日本語で、まあなんかまあ恥ずかしいから、まあ非公開、ここは非公開なんですけどね、書きました。でもなんか It's New World みたいな歌詞になりました、昨日は。いや、うん、なんかいつかマジで花の曲ね、ちょっと一つ夢ができちゃった、一つ夢ができちゃって、私の自分で作詞作曲した曲をね、いつかね皆さんの前で披露したいなって思いました、思いました。私の夢ができました。まだ作詞まではできないので、あ、すいません間違えた、作詞って言ってもなんか難しくて、めっちゃまだ作詞したんですけどタイトルとか決めれなくて、これからも毎日毎日一作詞、作詞っていうのを毎日一作詞をしていこうと思います。でいつかもう名曲をね、もう名曲を作っちゃおうかなって思いますはなちゃん今着てるのレッスン着です。私の TikTok 見ましたか？私の TikTok でダンスあげたんですけど、今日 TikTok で着てた服です。ここは閉めれるねんけど、閉めたらめっちゃ五条悟みたいなに見えちゃって、いやなんかちょっと今開けてまーすX で古松花のセブンティーン、そうですね、ぜひ私の誕生日は古松花のハッシュタグ古松花のセブンティーン、ハッシュタグ古松花生誕祭、ハッシュタグバナナバナナ食べたいでお願いします花の歌がシンセラ祭の曲になったら最高じゃないですか、マジでそうなりたい、頑張れ自分でもなんか作詞するってなったらいろんなこと思い出すんですよ、なんか習い事で毎日こうやったなみたいな、学校で毎日遅刻してたなみたいなそういうの思い出したら結構楽しくて、楽しいですよ、皆さんもぜひ作詞しましょうラッパーかな、ラッパーになっちゃおうかな作詞した曲ね、皆さんにお聞かせできるぐらいにね、なりたいよね、なりたい、楽しみ楽しみ、ちょっとなんかハードル上がるな、楽しみってでもマジで頑張ります、いい曲作りたい、作りたい。45分ですね、こんばんはなな、え、フォローありがとうございます、なんて読むんやろ、中西、すいません中西、すいません、ほんまにすいません、中西さんありがとうございます、よかったらフォローしてください最悪、ほんまに最悪、今日何、横の顔しかしてないなんか最近なんかちいかわのジュース
があって、でなんかいちかが、いちかって炭酸飲めないんですよ。いちか炭酸飲めないからけど、そのねちいかわのラベルは欲しいから、でも飲めない、買えないって言ってて、花が飲むでって言っていつも花が飲んでます。でラベルあげてもラベルをね渡してますね。最近はネットフリックスを見ながらポップコーン、マイクロポップコーンを食べるのが趣味です。あれほんまに美味しいです。あの味付け最高すぎて結構ジュって感じですね。マジで語彙力ない、どうする、語彙力ないのね、作詞しようとしてるの。ちょっとほんまに一旦中1から国語やり直したいな、英語もやり直したいな。3月バナナ、今日の朝バナナ食べました。3月12日企画練習してない、してない、する予定はないので今してない。こんばんはフル、ゼロさんこんばんはフル、仮契約のシンデレラさんありがとう、マシュマロありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、チーチーレモン、チーチーレモン、それそれ、なんか炭酸抜いて飲むとか言ってたけど。じゃマジでこれ何、これ嫌や、これってな、どうしたら治る、これ、これバナナヨーグルト好きなの、バナナヨーグルト、バナナヨーグルト、ヨーグルト、バナナヨーグルトなんかあるんですか、知らなかった。バナナは好きですよ、めっちゃ、結構めっちゃ一人でチョコバナナとかしてた。チョコいっぱい漬けバナナ、こんばんはなな、こんばんはなな、スイングスピリッツさんこんばんは。15日は忘れ物がないことを祈っております。今祈りました私もね、マジでマジであれはダメダメだよ、あれはギリギリリハには間に合ったけどダメだよ、ダメだよ、無駄だよあの時間、本当に無駄だよ。飲んであげるの大変じゃないんですよ、それがもうね、メロンソーダとか超美味しいですよ、あれめっちゃ美味しかったです。15日の企画楽しみにしててください、楽しいと思います。こんばんはなな、ピーちゃんこんばんはなな、こんばんはなな、15日は何があるのかな、何があるのかな、何かあるのかな、セットリストはどうなのかな、楽しみだね、楽しみだね、早く会いたいよ、早く会いたいよ、早く会いたいよ、早く歌いたいよね、ね、ね、スタンプカードね、スタンプカードを忘れずにね、をもらってる人は忘れずにね、忘れたらもう、うん、手とかにハンコしてもらうしかなくなるから、皆さんも忘れないよ、こんな人言えへんけど。はにゃはにゃ、花の持っておくものはメモして冷蔵庫に貼っとかな。マジでな、マジでそう、マジでそう、マジでそう、でも指のブーツがもう
や良かったですね、感謝しかないですね。動画もいいけどやっぱさ、ライブってねやっぱなんか楽しいね、めっちゃ楽しいね、ライブ楽しい、なんか超楽しい、楽しい。なんかあの照明とあのスポットライトとあの音のでかさ、あの音のなんか心臓まで響くようなライブならではの音の大きさ、あれも素晴らしい、あれテンション上がります、マジでテンション上がります。で出てきた時の皆さんがこう、ペンライト、みんなありがとうって感じで、今回はちょっとファンサ頑張りたいなって、ファンサ頑張りたいなって、なんか恥ずかしくなって目合わすことしかできなくて、まあそれはやっぱりアイドルとして失格だなって思って、やっぱり赤のペンライト振ってくださってる方にはまあね、なんかしたいと思います。まあお楽しみ暖かい、15日暖かいんだ、今日とかマジで今日一回家出て、そしたらあれ雨みたいな感じでもう一回帰ってきて、傘取りに帰ってで外出たら、はあ、寒い。で帰り道は風やばくて、傘がふんって一回反対向いて、みたいな、ああちょすごい恥ずかしかったですね。やっぱり折りたたみ傘はやっぱりちょっと弱いですねライブ前は緊張しますね、もう緊張してなんかジェットコースター乗る前みたいな感じですね。もうなんかああどうしようどうしよう、うおー、もうなんかとりあえず動いて気を散らすみたいな、あーどうしようどうしよう怖いよ怖い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 ってなりますね。でも最初の曲が始まったらもう楽しい、わあ皆さんだーってなります、なりますねえ。なんかコール話やねんけど、花ってサビ歌うことが多くて、なんか低音苦手で、なんか花の声帯がなんか弱くて低音が出なくて、もともとだからサビが多いんやけど、あんまりさ、Aメロとか夢とかしか歌わんのよ、夢しか歌っとらん、それは嘘ごめんなさい、夢とか未完成スターライトは夢で Aメロで未完成スターライトで Bメロ歌うねんけど、それ以外ほぼサビで、サビか Dメロを歌うねんけど、だからなんか鼻なーって聞けないので、まあサビでとか D メロで花なーって叫んでくれたら嬉しいです。私も聞きたいです、花なコール、マジでお願いします、マジでお願いしますお願いします、花な。あと皆さんがね、新セラ祭カメラ部で写真あげてくださってすごい嬉しいですね。こんばんは、風太郎さん、こんばんは、初訪問、お、ありがとうございます、フォローしてくださいぜひお願いします、新生ラストアイドルお願いします。ライブ前のエンジンは毎回やってます、影穴前にエンジンしましょうってやってますね。なんか前のツイッターじゃない X に上がってるんですけど、
君僕ってね、こういうポーズなんですけど、リンリンみたいな、こういうポーズで、これをみんなでこう合体してました。絵になって勝手にその場のノリでできたエンジンがあります。友田じいちゃんハートありがとうございます。新生ラサイのそうサビが多くて、はーななってやりたいですね。伊藤くんさん星ありがとうございます。56分だ、もうね56分でね、今日は次がリオン、次はリオンですね。てこ今日って何よ、何日、12、あと3日ってやばない、あと3日でライブ、マジで楽しみ、どうしよう、結構楽しみ、ガチ楽しみ、マジで楽しみ、マジで楽しみ、何回も行け、マジで楽しみ、マジで、あと3日後、あと3回寝たらライブで、ジルシアターやねんけど、なんか新宿にもあるから間違えずに、新橋です、新橋駅です、間違えずに来てください。でちょっと早く行ったらリンカがスタンプをしてくれるんかな、それも忘れずに、缶バッジくじはぜひ皆さんしてみてください、一度、楽しいですよ楽しいですよ、缶バッジくじみんなでしに行って終わった後、マジで楽しかった、マジで楽しかったよ。まあ3日後にはこのなんかよくわからんこのこれが治ってることを祈ります。58分ですね、早く3日、マジで早く3日経ってください、マジで楽しみです、会えますね。ランキング読みます。13位ティードームさんありがとうございます。12位チャムさんありがとうございます。11位ハートありがとうございます。10位鍋猫ピロリさんありがとうございます。10位仮契約のシンデレラさんありがとうございます。ちょっと目が、8位アロマさんありがとうございます。7位海ぶどうさんありがとうございます。6位いとくんさんありがとうございます。5位キトさんありがとうございます。4位あんちゃんありがとうございます。3位トーマのじいちゃんさんありがとうございます。2位ルカありがとうございます。1位はレオ、ありがとう、ありがとう。次はリオンですね、皆さんリオンですよ、マジで楽しみにしてます。3日後、ぜひ花の缶バッジ当ててください、花の直筆も当ててください、ありがとうございます、楽しみにしてます。皆さんと素敵な時間を過ごせることを楽しみにしてます、ありがとうね、バイバイ、リオンへゴー。